お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら新鋭隊デッキ久々にねやっていきたいと思います。まあゴブドリがね流行りすぎてて、そのゴブドリメタのダークプリンスだったりバルキリーだったり範囲攻撃のユニットが結構増えていたことによって、まあ新鋭隊デッキというものが今ね本当にほぼいません。まあ、ですがそんな中で、まあドリルを引かなければ結局いいよね、ドリルに勝てる新鋭隊デッキを作ればいいよねっていうので、まあ、あの環境ね、今エリババがちょっと増えてきた、大型に強い、あとはまあ環境ぶっ壊れ、インドラ、マザーネクロ、ボンバー、ゴブドリ、まあ、本当に新鋭隊デッキというよりも、まあ、新鋭隊の周りがねすごい強いデッキにはなるんですけど、こちらで今日はやっていきたいと思います。さあよろしく。まあ、本当新鋭隊エリババをまあ組めればねそれだけ強いよねっていうデッキですね。でまあメインとしてはドリルで削っていく、まあ、ですがドリルはなんかあんま飛ばさなくてもいいかな、普通に新鋭隊エリババ、インドラ、マザリンク、なんかその辺を組むだけで勝てますので、まあ、そのね攻撃で通んない時だけドリル飛ばす、あとはドリルを結構防衛でね使ってあげればこのデッキ唯一の施設となるので、まあ、防衛意識でいいかな。で相手プリンセスだったからコカちゃんだと思うんですけど、コカツじゃなかった場合は流行りのゴブリンドリルですね、プリンセス入りのゴブリンドリル。でもウッドが入ってるプリンのねドリルはないんですよね。そうだからコカッちゃんですね。コカッちゃんはね、まあプリンセスが厄介ぐらいかな。まあそのプリンを積極的に対応して、まあ、あと相手のゴブリンバレルとかをマザーネクルとかでね対応してカウンターねできるといいかなっていう。まあ、ボンバーがさてやるな。いやイランファイブしたっすね。まあでもこのダクプリはオッケーミディだから大丈夫。で端前プリンとか来んのかな。で今回の相手はねちょっと違うっすね。だからプリンセスとフキアなんだけど、ダークプリンスだからアウトロープリンスコカツだけど、なんかちょっと違うね。ダークプリムートのアウトローコカツあるんですけど、それは槍ゴブリンなんですよね。そうだからなんかちょっと違う、ちょっと違うコカツデッキが来たな。さあまあ環境ゴブリンドリルいますから、ゴブドリ対策のねなんかそんな感じなのかな。でも新鋭隊デッキってね後ろのユニット嫌なんですよ。フキアとかプリンとかウィザードとかネクロとか後ろの方で残るユニットがまあめんどくさいわけですから、ああいうの積極的にねやっていけるといいかなと思うんだけど、もうちょっと待つか。そこインドラがね相手はじゃあきつそう。オーケー、いやインドラ強いね。プリプリでしたね、プリプリコカツっていうちょっと新しいね。さあもう後ろユニット出して端前なんでもいいしね、ロケとか来るのかな。いやこれね本当は新鋭で行きたいんですけど、僕コストがないので新鋭で行くの見せかけて行かないっていうね新しいパターンで、ダックビリを抑えたら僕はあのなんだっけゴブリンドリルですね飛ばしたいですね。じゃなきゃダックビリでね美味しく狩られるだけなので、でもこの流れはね悪くなそうですよね非常に。相手のプリンにはヤナアメかファイブか、まあ、どっちか打っていって、相手結構ドリル抜けきつそうなんでねちょっと攻めちゃおう。いやこれいいんじゃないですか、このヤナアメがねいいよね。プリンセスだけではなくてこうプリンセスとアウトローであったり、まあ、フキアとプリンであったり、まあ、なんか2体ぐらいね一緒に生きるといいなっていうのはあるんですけど、あのダクプリマジでね嫌ですよね。さあこれは組んでいいんじゃないのか。よいしょ、で相手の遠距離は積極的にやっていきたい。ファイボと、まああれはもういいんじゃない、エリババで頑張ってもらって。これ地味にね、プリンス抜けとかも大変ですね、このデッキ。だから、あの辺をやってほしい、インドラ出して。で、ここは、ヤナアメやっぱね、相手のプリンとかフキアにね、僕打たないと突破できないんですよね。で、このファイボだったな。ファイボか。ファイブちょっとやだな。俺のせっかくのマザネクが。ね。枯渇デッキの弱点のマザネクをファイブでカバーしてやがる。さあまあ行くしかないよね。僕はもうインドラ事故とかも狙いながら。よいしょ。これは、インドラ足して、左サイドは僕結構許容できるっていうことが分かったので、このフキアとかも全部無視していいですね。よしよし。で、ファイボ使ったので、後ろマザネク最強。いや、これ、流れは今、良いんですよね。なかなかいいんですが、こっからですね、攻めスペルを打たずに一回戦わないといけないサイクルがある。それが今かもしれないんですけど。で、これ全無視したい。全無視して、
いやいい、いやいい、ゴブリンバレル無視が完璧に効いてる。よし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 、ブッパ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 でブッパでブッパで、いや右のマゾに帰って、オッケー、やぶねえな。なんか嫌でしたね。なんかプリン吹きは遠距離多くてみたいな。ですが最後のゴブリンバレルを無視したことによって、その分の攻めにコストが使えたかなと思います。いい無視でしたね。さあよろしく。まあ、たまたまとね、矢の雨でプリン吹きやアウトローを全部処理できたのも神すぎましたね。神矢の雨が刺さってました。さあどうしようかな。なんかこのデッキ自体はちょっと重い感じがするので、全体的にコスト高いので、あんまこう自分から動いてはしたくないっすよね。ちょっと待って、このダクプリをね単体で受けれるユニットがいないっていう事件、えってかそっちに出てくのゴブリン。さあダクプリ LSP となるとロイかな多分。あーメガゴロイですね、間違いなくロイですね。まあでファイボがあるんでちょっと高めに出すんですけど、トリトンで引っ張られてからのロイジャイっていうのが一番嫌なパターン。いや分かってますよね。まあでもインドラが1あるので最悪もインドファイボとかで。オーケーオーケーオーケー。さあ嫌な雨でね、わエレキ型だ、最悪だ、エレキ型は最悪だ。でもここでロイ来たも後ろからエリババでね、エリキだけいじめればいい。よし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 。いや、この、なんかね、普段と違うデッキ、相手もわかんない、読めないですからね。これ、右にゴブリン出るんだな。これ、さっきと一緒だ。これ、これ、よくねえな。右に出ちゃうんだな。左に出てほしいな。さあ、僕の防衛の要はやっぱインドラと、あとはエリババですね。これ、エリババを隠し持っとけば、相手は結構ね、立ち回りづらい気がするな。でどうせ5打たれるからトリトンで、まあ、やられるか5打たれるか、うんうん。さあこれどうしようかな。血神衛隊しようか、暇なんでね。矢の雨どうせ咲いたりとかするよりかは神衛隊組んで、まあダークプリンスがいるんですけど、まあもうそんな知らんって感じで気合でいきたい。これ逆サイインドつけたらさ、相手これ結構きついとかないのかな。よしよしよし。いやこのね、めっちゃ攻めますここで。いやそんなにいくんっていうぐらいちょっとね攻めるとねいいと思うんですね。これインドラで攻めるっていう。よしよし。いやこのインドラで攻める、いやインドラで攻める、いや来た、エレスピ使った今これファイボ使うっすよあれ。いや使わんのかい。いや来た、ほらエレキメガゴ咲いてインドラぶっ刺しゲーミングが成功していく。いやいいですね、ゴブ取りでね相手のユニット後ろに下げながらの。さあっていうね、なんかまあどこででも勝てるよね。その、親衛隊がぶっ刺さるパターンですね。もあれば、まあ、親衛隊の後ろのマザーネクロが悪さするパターン。もあれば、親衛隊のね、後ろか、まあ、単体のエリババで勝つパターン。今みたいに親衛隊の後ろのイントロで勝てるパターン。単純にゴブ取りが刺さるパターン。みたいな感じで、まあ、いろんな勝ち筋がありますので、相手のデッキと自分のデッキで考えて、このデッキは、このデッキが刺さ、このカードが刺さるな。とか、今だったらこのカードが刺さるなっていうのを判断して、今みたいなね、攻めをできると、いいかなと思います。よろしく。これとあれだな、マルチでもなんか見る人な気がする。迫撃が枯渇感か高回転のイメージがある。これでゴレクロとかだったらどうしようかな。さあなんか出た、ボンバー、エレジャイの可能性もあるぞ。まあボンバー今は本当入ってないデッキないですからね、全てのデッキに入ります。合わないデッキは存在しません。相手そんなとこ外す、ちょっと待って、外されたら外されたらさ暇になって困るっていう。よし。うわぁ。綺麗に剥がしてくるなぁ。ボンバー、ああ、高回転ドリルですね。で、そうですね。そっちに食ってくれるから、こっち側で。で、ダックプリ入っちゃうんですけど、これはもう俺の攻撃を通すっていうパターンなんだけど、通らない。さあ、これに勝てるとね、もう最高でございます。ダックプリボンバーでうっとまるので、言っちゃえばこれ陸メタなんですよね。陸系スケ、ファイスピかなんかスケともう一個あって、支援隊もエリババも何も通らない。マザーネクロもファイバル通らない。まあ、そんな中で、じゃあどうやって勝っていくのか。どうやって勝っていこう。まあ、インドラブッサスとかかな。いや、このダメージいた。ちょ、ボンバーとか出してね、相手のスケとかをね、美味しい思いさせたくないんですよね。オッケー、まあ、ファイバーを使ってくれるのは全然いいですね。マザーネクロ生きるっていうサイクルになるんでね。これよ。もうインドラぶっ刺すっすね。親衛隊インドで奥のね、ゴブドリ、さっきみたいな感じをするしかないっすね。僕はぶっちゃけ。まあ大体テスラが多分あるから、テスラはマジ気合って感じか。
さ、これあれだな、このボンバーで全てを持っていかれそうな気がしたい。いやでもいいよ、いやいいね。からの一回落ち着くか。いやインドラぶっ刺すぐらいしか多分ないっすね。うん、あとはまあダクプリをどこに使うかが分かんないんですけど、相手のボンバーへの矢の雨うまいこと決めることができれば全然あると思う。さあ鬼許容っすよね。親衛隊出してんだけどな、そんなコストがねえんだよ。さあ矢の雨、やっぱ流れは、まあ、押されてはいるものの、別にめっちゃ悪いわけではないですね、僕は。よし。さあ、犬出して、ボンバ出して。いや、新隊そこそこにいいぞ。いや、いいよ、これ。もう両サイド振ると相手も困るからね。いや、暇だな。ちょっとあれ、やなむちて。まあ、矢打って。いや、しかもスケも巻き込む。いや、でかい。いや、でも相手のこのダックプリが強い。いや流れマジでいいの、めっちゃいい流れなんですよね、流れだけはね。そっち来るんだ、うん、耐えて、耐えるとマジである、マジである、マジである。あとはエリババが固めてぶっ刺すつまるな、相手ファイボとか使ったし。あとこのテスラがやべ、頼む頼む。いやさすがに、さすがに勝てんのか、この相手なんか全てが揃ってる感ね。俺のデッキへの対処の。これなんか相手のね、プリンセス型とかもあったり、なんかいろんな型があるんですけど、ドリルの。バルキリーだったりとかね。このダクプリでインドラの竹を言ったらえば2回受けれる。あとはウッドもあるので、親衛隊の盾を剥がせる。なんかそういったね、全てが揃っちゃってますね。この型が一番きつい。間違いなく。っていうのを引いちゃったので耐えれないかな。いやワンチャン、あ、いやワンチャン、いやーそうですね、ウッド。というわけでまあこれがねマジきついと思う。逆にこれ以外にはインドマザリック5アナの施設もあるので、本当に全てに勝てるんじゃねえかなっていう気はするよね。よろしく、まあ、初手ドリル、おいめっちゃ元気だ。ピース、初手ドリルはね、別に飛ばしてもいいと思うけど、飛ばさなくてもいいっていう。で、地味にね、これユーノとかの受けがめんどくさいので、ドリル。さあ、今回ゴーストユーノだから、ペッカか、まあ、神技デッキって呼ばれる陸でプレッシャー与えるデッキか、高回転ゴブドリ。三択っすね。いや、どれやろうな、どれやろうな。これエレキサイだから、これエリババでボゴしてあげた方がいいね。相手もすることなくて、そんなことしてるけど。これペッカ受けか？いい受けだ。いや、これめっちゃいい受けだな。せっかく俺のインドラが無双するサイクルだったのに。いや、マジでこれ。これ言っていい気がしたな、俺。ユーノとかも全無視でね。もうなんかほら。いや、きついよね、絶対。絶対きついよね。パーティーしてる。ナイス。ゴブリンとインドラとエリババの。え、これボコボコにするで。いや、これ、ハシマエインドとか、おしゃれすぎたかな。ハシマエインドはさすがに通んねえか。いや、でももう今、エリアドバンバンザイタイムっす、今。でももう嬉しくて嬉しくて。パーティーが楽しくて笑っちゃってんの。さあ、ゴブリンたくさん出してあげてね。ゴブリン、強いよな、マジで。ゴブドリが強いだけか。で、今エレキ相手裂いてるターンなんで、これもインドラ追加するだけで相手の無駄にね、他のユニット2、3体倒せます。美味しいっす。これ。相手にユーノとか焦がせれる。で、それをね、嫌だーってなったら、もうエリババ止まんなくてみたいな。あーっていう。もう GG ですよね。ほら。あ、でも楽しくなってきちゃってる。いや、いいっすね。なんかもう、強い。これがなんかエリババの強さだよねっていうのを出せましたね。よろしく、なんかの暗号みたいな名前だ。さあ序盤は受けから行きたいね。ユーノゴースト系が地味になんか厄介なので、できそうならばインドラでね、ゴースト強であったりユーノ強とかをしてあげつつって感じかな。スケダクロスホグ、まあ、ロイディガー削り迫撃ラバー、
ドリル。いやー、これはね、パターンがね、ラバ、ロイ、スケメガゴベビー、なんだこれ、ちょっと待って、わかんねえ。俺のさっき言ったパターンの中にね、なんだこれ、なんだこれ、ベビーメガゴスケ、ゴレでした皆さん。お分かりでしたか？わかんねえよな。ベビメガゴスケのゴレなんか知らんねえよな。見たことねえよな。あれちなみにね、ファイボヤナームでボコボコにできるんですけど。ティリリン。いや、これね、もう相手エレキとかいたらもうびっくりだけど。さあ、ボンバーで回収ね。これインドとファイボヤナームがいいね。相手の攻撃を基本的に何でも解かせます。よく動画で言ってるんですけど、ファイボヤナームで、ライドルとかもね、溶かすことができるんですよ。そう、だからエリゴレとかにも、エリゴレライドルとか、ラバライドルとかにも強いよねっていう。ファイボヤナームがあれば、攻撃すべて溶かせるんで。よいしょ。いやー、ドリルナイス。で、まあ、マザネクあんま使いたくないけど、相手なんか、可愛いゴレだな。これ、インドラあるからさ、俺、リボブチンパンするね。うん、インドファイボヤで守れるわけなんで、ここでいっぱいコスト相手に使ってくれたらね、それはそれで美味しいし。いや、いいよ。いや、なんならこのエリババでゴレ溶かせるんじゃないか。インドラいるから、いや、一応出すか。いや、一応出そう。でエリババがあっちに殴っちゃったね。相手のゴレなんかなんかもろくね、形が。なんだ、なんか圧がないよね、ゴレデッキの。あのランバーとかが今んとこ来てないから、オリベビーメガゴスケっていうロイジャイの枠、ロイの枠をあれにしちゃったみたいな、ゴレにしちゃったみたいなデッキなんだよな。やべ、やっちゃった、そんなこと言ってた俺。やべやべ、待て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 、やべやべ、ドラ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 欲しく、これ始め、あー多分あれっすね、ロイジャイ使いの方だなこれ。ロイ使いでちょっとゴレ使おうじゃないのかな。間違いなくロイジャイ使いのデッキの型してるぞ。ここでハシマエリバは逆サイドとか来たらめっちゃうまいけどね。さあ、あれ？待って待って待って、やばい。やばい。待って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 。相手のデッキがなんか、へっぽこすぎて逆にやばい。買ったんじゃね？おい。いや、負けだと思ってもう無言だったわ。いや、だってだよね。今の環境、ゴブドリ流行ってて、インドラ多くて、なんでこうなったんだろうっていうゴレでしたよね。ね、なんか何にも勝てなさそうだったんですよね。いや、負けたんですけど、ちょっと余裕ぶっこきすぎてて。すげえ、ゴレだな。でももう3年ぐらい前に流行ってそうな頃ですね。さあ、よろしく。これ、勝てば12勝です。まあ、受けからね、ラバとか引けたら美味しい気がするんだよな。引きました。引きました。まあ、ラバの後ろのインドラが厄介だけど、ラバ自体は、そのインドで溶かして穴埋でリセットできるから、まあ、相手の中身しないなんですけど、相性そんな悪くはない気がする。さあ、これ三角カバーもうまいよね。これインドラ、やっぱインドラ溶かされちゃダメと思ってファイブ打ったんですけど、なんかヘッポコファイブだったかも。これ逆サイバーランドが来たらやばいですね。なんか今インドに相手がね、相手が多分ザップねえからいらなかったっすね。インドラに僕ファイブ打ったじゃないですか。相手のインドラリセットしようと思ったんですけど、僕のインドラ、相手のインドラになんかラバがこうずらして竹取られてなかったし、うん。たぶん、ヤナメだけなんですよね、今回の相手。いや、だから、これ一発入っちゃうんですけど。
インドラ自体は無双する気がする。でボンバー咲いてる相手、イリババヤナメぶっ刺さる気がするな。相手のラバのタイミングと合わせてもよかったけど、よいしょ。いやー、いやマジたまたまボンバーにも当たっちゃった。さあこれはね、神合図じゃないのか、多分ヤナメなんですよ。相手がザップとかファイボだったらまたすごい話が変わるんですよ、マザネコワンパンダシとかあるんだけど、これ流行りのラバデッキでヤナメしかないから、もうマザーネクロ無双で豚大量発生しつつからのみたいな、なんかもうとりあえずインドラきちいしね、ヤナメきちいしなっていう気がする。でこれどうだろうな、死にてどうせ相手のボンバーにボコボコにされるんですよ。まあ一回死にていってコスト使わせてその間にみたいな、オッケーオッケー。で本当はここでね、ヤナメあるといいんですけど、まあマザーネクロがいっぱい舞台してくれるんじゃないのか。いやでもこれ三角来たんでいいよ。いやいいよ、死にて思ったより入ってんな。で僕はここで回転ちょっと遅いのでね、やや回します。でバルーン来たらドリル、さあ逆サイ来た。でこれ一応右も警戒しとかないといけない。右のインドラがね事故る、事故起こす可能性もあるけど、いやこっち来るんかい君。オッケーオッケーオッケー。さあここ耐えてしまえば、あ30秒でしょ、もう30秒耐えよう、もう30秒逆に耐えるだけで暇なのでエリババで回す。インドラはね出した瞬間逆サイバルーン来るので、よしよし。でまあユニット出しながら、さすがに右サイドかなこれは。ディガバル、さあラバ来た、これも秒で溶かしてあげて、さあディガー来たけど相手ヤナメだったんでね、これもう全て溶けます。オッケー、いやこれマジで神相性ですね。あれがザップとかないので僕のインドラが無双しますし、マザーネクロも無双というわけで、この親衛隊エリババ、いやなんか楽しいね、久々に親衛隊使いましたけどやっぱ楽しいっすね。さあウルトラレアなんだ、もう何もいらないけど、さあアイシーズですね。いやいるわ、このアカウントちょっとユニレベがね全然足りてないので、あざすウルトラ。というわけで皆さん、よければこの新エリバはね使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。